ちょっとこっち見ないでよ。何してんの。ふざけんな。パトロール中だろ。だって外吹雪いてるから。葉っぱか。は。何しに来たの。任務には責任を持てよ。これは遊びじゃないんだぞ。あんたこそここで何してんの。真面目だね。ジョエルたちが来なかったからだよ。は。何それ。1時間待って。来ます。馬を探してたら明かりが見えた。町に戻ったんじゃない。交代もなしに。まさか。ここ以外もちゃんと探したの。いやまだ。手分けしよう。三方面から進めば数時間でカバーできるでしょう。単独行動はまずい。危険すぎる。だから探しに行かなきゃ。分かった。俺は西、ディーナは南、ヘイリーは東。身長第一だぞ。来ますっすね。待っててってば。それは切れるって。ジェシーは真面目だよ本当に。本当パトロール中何やってんだだよ。これは YouTube も怒るわ。ジョイルは絶賛戦ってんの。強い。強いな。普通こんな揺れながら当てれんぞ。強い強い。一網打尽だ。フェンス強っ。みんな中に入るぞ。フェンス強いね。あとムービーの火炎瓶強い。実際の火炎瓶弱いの。一人も倒せんかったけどね。火炎瓶当たりどころ悪かったのかな。あの火炎瓶マシンで捉えたら燃えたのかな。どうだろう。どかすなよ。どうしたん。おいで。平気だよ。ありがとう。いや怖い。二人で話せるか。ほら。サドル外しておこうか。ああいや、そのまま。吹雪が止んだらすぐ出て。ジョエルか。やめてくれよ。助けたぞジョエルはアビーを。命拾いしたら。それだけじゃない。どうやって電気引いたら。お前どこにいたんだよ。誰のソーラーパネルだよ。あいつら誰だ。ジョエル。いつからここに。昨日から。やめて言わないで。あ、ここで何してるの。通りかかっただけ。この辺りに住んだの。こっから数時間のとこだ。出発する前に町で補給していくといい。ありがとう。私はメル。トミーだ。あ、メルだ。それと兄貴。子供います。ジョエルだ。ちょっとジョエル。お尋ね者ジョエル。なんだ俺たちを知ってるのか。やめて。ああ知ってるね。ドキドキ。あ、撃った。やめろ。ちょっと、いたいたいた。ねえ、こいつは気絶した。窓際に運びな。トビー、やめろ。だよ。え、いた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 。え、足いた。えぐれてるじゃん。え、もうこれ歩けないじゃん。え、足やばいよ。ジョエル、ミラ。え、右足終わってるじゃんこれ。お前は誰だ。誰でしょう。ごっそりないよ膝。怖っ。言いたいことがあるならさっさと言って終わらせたらどうだ。心当たりが多すぎる。えぐろー。止血して。早く止血しても、もう歩けんで。これごっそりないよ。膝の皿ないよねこれ。デコボコ。デコじゃんもう足。え、歩けるのこれ。クソが。
いや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 。どいて。親殺されてるとかじゃない多分。あれか変態おじさんかワンの。え。あんた、あたしが。誰だ。ゆっくり苦しめてやるよ。いったー。いやー心当たりが多すぎてもう誰の復讐かわからん。ジョル、タミー、ちょっと何あれ。どうやって降りてこ。やばいよまたこれで復讐の連鎖が。誰だろうね。いい子にしてて。変態編が一番怪しい。いやでもだって名前がある殺害した人ではあの人肉おじさんぐらいじゃない。誰だろうな他にもいたっけ。ワンの最初で殺したあの武器奪ったおじさんの娘かもしれないし。多分家族殺されてるというよね多分あの感じは。えこれ降りたら死にますか。こっちじゃない。いやーてかあの足痛そう。トミー、ジョエルもいっぱい殺したけどさ、それはもういいじゃんもう。水に流そうぜってのは多分加害者側のあれなんだろうな。くそー、いいじゃないかジョエル。すごい大丈夫、無事なはず。都合のいいあれだけどさ、いいじゃんもう。もう7年前のことじゃん。いや被害者からしたら良くないんだろうな。良くないよね。そう良くないんだけどいいじゃんもう。ダメ、なんか光ってるように見えるけど違うんだ。いいじゃん。着いた。いやでも多分ファイヤーフライの残党とかじゃない多分。ジョエルを恨んでるのはハンターとか、うん、ねえ荷物奪ってくるハンターとか。トミー、ファイヤーフライ。いやでもファイヤーフライ説濃厚だよね。ファイヤーフライ壊滅させたからリーダー殺したしな。マーリン生きてたら追ってくるだろうっつってとどめさせたもんな。でもムービーでしょさすがに。あジョエルの鳴き声がする。何なのあの音。でもさこの2ってさエリーの復讐の物語みたいな言ってたけどジョエルの復讐じゃないよね。やだよそれ、やだよ。てっきりなんかねジェシーとかそこら辺がぶっ殺されてジェシーいいやつなのに。ジェシーあたりが無残に殺害されてジェシーの敵討ちとかの方が俺的にはいいな。ジョエルはちょっと思い入れが強すぎて。あジョエル、ジョエルの鳴き声聞こえる。ジョエル大丈夫か、痛い、足痛いの。ジェシーだったらあまり復讐しないかも。確かに気まずいしな。お疲れ様、夜勤中に失礼します。あ、お疲れ様です、夜勤。サンキューな。あ、嘘。地下か。地下でやってんの。何もなさそうだな、行くわ。ジョエル。ジョエル。聞き耳、役に立たず。えるうわぁ痛そう。あエリーまでわっ、ナイフ。ちょっとトミー、いた、
なんだよこれ。やめろ。その子は忍び込まれた。外見張ってなかったのか。人が来るなんて思わなかったし。少しは頭使えよ。町の連中が来る前にさっさと引き上げるぞ。ジョエル、もうやめろ。あんたも望んでたでしょ。終わらせろ。いいな。待って、ジェシーは？ジョエル、ジョエル、立って立ってよ。何やってんの。もうやめて。待って待って、殺さないで。ジョエルね、立ってってば。やめろ。嘘でしょ。嘘でしょ。嘘でしょ。想像してなかった。ジョエルピンピンしてたじゃん、 PV で。エリー、エリー、ごめんね。嘘でしょ。ジェシー、ここにいたよ。嘘でしょ。マジで言ってるこれ。嘘だ。マジで。ちょ待ってよ。ワンでやりすぎたってこと？何の復讐だろうね。いや、しんどいこれ。トミー生きてる？いや。トミー。ガチで死んだろ？座ってもいいか？テンションだだ下がりなんですけど。そうだ。そうでしょう。マリアがこれ食べろって。絶対に諦めないよ。俺たちの計画のためにみんなを借り出したら。ジャクソンが無防備になるだろう。ジャクソンって町だからってあいつらは野放し。ジャクソン君、それはありえない。でも実際そうなってる。いや、ちょっときついってこれ。また襲われたらどうする。マリアに説得しろって言われたの。一理あるだろう。立場が逆ならジョエルはとっくにシアトルに向かってるね。それはない。ジョエルなら絶対にそうしてる。シアトルの奴らがどうかも分かっちゃいないんだ。ワシントン解放戦線、気象にそう書いてあったんでしょ。盗んだジャケットだったら。そんなの。拠点を移動してたら。何言ってんの。もういい。明日出発する。一緒に来たいなら来れば。自分が何言ってるか分かってんのか。向こうの人数だって
どれだけ武器を。そんなの関係ない。説得しても無駄。一日くれ、マリアと話す。いいな。何人か借りられるはずだ。反対されたら。そしたらまた考えよう。一日だ。頼む。マジか。わかった。死ぬと思わんかったな。いや俺てっきりあの女の子なんだっけ、あの子キスしてた子、よし、あの子殺されるんだと思ってた俺。いい子だ。さすがにジョエル死なんやろうって思ってたんだけど。嘘だ嘘だ。ディーナか。そうディーナ殺されるんだと思ってた。正直死ぬならディーナだろうなって思ってた。仲いいし。嘘だ。え、ガチで死んだろ、埋めたろもう。ジョエル・ミラーって書いてある。しかもそのアビーを自分で操作させるっていうね。悪意すげえなこれ。ノーティードッグのよ、ふざけんなよ。ジョエルを殺すアビーをプレイヤーに操作させるというね。しんどい。このゲームしんどいんだが。ちょっと行く前にジョエルの家に寄っていい？嘘でしょ。持ってきたいものがあるんだ。アビー操作させるかね俺に。せめてアビーの視点はなくていいだろう。もう辛さが倍なんだが。もう馬は使えないかも。トミーが乗ってったからマリアが厩舎に鍵かけちゃったの。トミーのバカ。他の方法を考えよう。車か馬か何か。嘘でしょ嘘でしょ。シアトルまで結構大変かも。そうなるかもね。見れない。考え直したっていいんだよ。うん、無理してほしくないだけ。エリー、一人では行かせない。分かった。一緒に行くの。ショックすぎて肩凝ってきた。肩凝っちゃった。俺もう心なしか肩痛いわ。バックパック取りに行く。東門に隠しておいた。そこから抜け出すんでしょ。アビーな。多分アビーの過去も多分これから掘り下げられていくんだろうけど、プレイヤー的にはあれだよね。ポットでのキャラクターにジョエルが殺されるってのが辛いよな。多分バックボーンがあるんだろうけど、アビーもね、ジョエルを殺すという、殺したいほど憎いっていう過去があるんだろうけども、こっちトラプレイヤーからしたら、2から出てきたポッドでのキャラクターにさ殺されとるわけやから。嘘だ。そう、まあジョエルいっぱい殺したからね。熱いの？火炎瓶は熱いの？やったけどさ、あれはちょっとしたちゃめっけじゃないか。笑いながら人殺したけども俺も。手が震える。あれは違うじゃん。何がいるの？取ってくるよ。自分で行く。これジョエルの家？平気だよ。
あれかな、エリーを手術しようとした医者の娘かもしれんね。今んとこ、ここで待ってるね。ありがとう。でも医者の娘あるかもね。そう、世界を救おうとした優しいお医者さんなのに父親を殺しやがってかもしれんし、ワンの人肉食べたいおじさんの娘かもしれんし、だってワンの最後の回想もう一回入ってたもんね。2で4のいい思い出、太古の巨大生物ジノニクス、医者の線高いからムービー入ってたもんね、わざわざ。まあ、前回の回想のためかもしれんけど、2にも入ってた回想といえばあれしかないもんね。ワンの人肉おじさんの回想はなかったよ、2には。ファイヤーフライン誰かの子供でもありだね。まあ、あれないと、ワンやってないと。ああ、何これ。これ、エリー描いたやつじゃないのこれ。ジョエルの。似顔絵。ジョエル。トイ・ジョエル・フロム。エリーだね、これ、右下の。エリーが描いたやつだ、これ。飾ってる。額縁に入れて飾ってるんですけど。テレビ大きい。テレビ映らんよね。まあ、DVD 見れるのか。トゥーのこと俺解いていった。おもちゃだと思って。ジョエルはみんなのおもちゃっていうことかと思った。トイかと思った。父の日近いのに。はぁ、絶句だな。正直放送じゃなきゃ泣いてたかもしれん。放送しなかったら泣いてたかもしれん俺。袋好きなん？ジョエル。でっか。みんなのおもちゃっていうことかと思ったのに。何を書いた？フクロウだ。フクロウだ。なんだなんだなんだ、なんか。他にもなんかあったな今。待って。読む。口の中に広がる鉄の味、叫ぶ、歌うたびに開く傷口、あなたの調べは小さなナイロン弦、何これ、霧湯の香りはを漂わせ気難しい、鉄の混じったギターの弦は輝き、鉄の混じったギターの弦を明るい調べ、これあれか、作詞した曲か、音色を響かせる、奴らが違えたのはその反響音、私に残されたのは不協和音、そして私は錆びついた、残されたのは最後の会話だけ、コード進行のようにループし、血の中でハーモニーを奏でる、 WLF ワシントン解放戦線、あいつらは何者、あいつらなのか WLF。 この今作2ではね、 WLF ともう一つなんだっけ、カタカナ5文字ぐらいの2大勢力いるんだよね。 WLF はあれか、軍の装備を盗んで軍を襲って武器を取ってる武装集団かな。あいつの名前はアビーだとトミーが言っていた。復讐。はあ。エリー生かしてるってことは俺的にファイアフライ一択だけど、途中止血する直前くらいで別の国のしゃ、ああ別の国の言葉喋ってたね。どうなんだろう、なんか弓使う組織があれかな、もう一つのねえ、なんか忍者集団みたいな、森での戦闘を得意としてるみたいな言ってたよね、 PV で。はあ、ため息しか出んな。ちょっとさすがにここでおちゃらける元気ないな俺。あー嘘だ、ロシア語だったあれ喋ってたの、しんどいな。これは何、ジョエル書いたやつ、べえこれしんどい、ガチエコミジンだ。ジョエルロス半端ねえ、ちょっと待ってくれ、ジョエル木彫りしてたの、すげえジョエル器用じゃん。ジョエルのアトリエがなんだ、ギター作ってた、もしかしてジョエル。すごくね。
違う？修理かな？読む。夕暮れ時の約束に嘘偽りはない。パッケージみたいな顔になってる今確かにすごいギターコレクションが、俺もあの2のパッケージみたいな顔になってる今。ギター作るって相当な職人じゃない？食ってけるじゃん。それでこの世界でギターをそんなに需要があるか分からんけど、いやでも数少ないか。でもギターね、そんなオーディオプレイヤーもそんなないだろうし、はあ、眠気覚めるわ。うわー、ジョエルの遺品これ。時計割れてるし、何これ、ジョエルが死んだ時間で止まってるこれ。何これ、ジョエルのズボン、ジョエルの銃。これでとどめさすってこと？目が赤いよもう。どうかした？これでプレ、あーそうか、さらにもらったプレゼントの時計か。あれ前作でも止まってたか。そうか、あーサラの写真じゃん。これ二人の写真、これ馬見てるね、ジョエルとエリーが。この街で撮ったやつかな。はあ、馬外歩いてた。いや、はあ、はあ、おー、ああマリアだ、トミの奥さん。マリア、俺はシアトルに行く。割り切ることなんてできない。俺が奴らに裁きを下す。エリーが俺を追おうとするだろうが止めてくれ。行ったの一人で。銃と馬をあいつから取り上げて部屋に閉じ込めろ。肩がつくまで時間を稼いでくれ。読み上げとる。愛しているよ、トミー。こんなことして死ぬだけよ。私を置いてったせいでね。最初から何人かで追いかけてりゃいいの。無理なものは無理なの。私を閉じ込める気？行かないでほしいけど。無理な相談だね。行かないでほしいけれど、どうせ行くんでしょ。行きます。あなたもなの？ええ。こっそり抜け出すつもりだった？うん？そう。歩いて。あなたの馬を出しておくように言っておいたわ。武器も持って行って。やった、ありがとうマリア。お願い頼むから、バカな夫を無事に連れ帰ってちょうだい。トミーな。わかった。さあほら行きなさい、暗くなる前に。トミーの強さが分からん俺は。いやでもジョエルあっさり死んだからな。トミーじゃ無理でしょ。あーしんどいダメだ、
シアトル、もう着いたの？1日目。こっからシアトルまでどんぐらいかかるの？いやー、もう季節巡ったよ。